画面向かって右側がカターレ富山、そして左側が藤枝舞 FC です。2021明治安田生命 J3 リーグ第16節、カターレ富山対藤枝舞 FC キックオフとなりました。前半の18分、浮かしてエリアに入れてくる、ヘディング叩きつけた。ビンドを決めました。しかしよく叩きつけています。シーナからリンド、鈴木翔太もパス&ゴー上がっていきます。杉田はしかし右を選択。サドミ、これは裏抜けてきた、クロスが入る、シュート佐々木純、同点ゴールです。利き足でシュートを放っていきました鈴木純です。今シーズン初ゴール。藤枝かインドを蹴る、キーパーパッチング、中の中に入ってきた、八木下、富山のボールです。音泉上がっていく、オーバーラップして八木下、音泉は中へシュート、藤枝もちょっと下がってきました。末木中を入れる選択、高橋シュート、藤枝もまだ今日のここまでの流れの作り方とはチャンスがあります。前線までボールを持ってきた鈴木、左足守りました富山。横はしかし下止め、自分でも持ち上げていこうというところですが、奪い取って富山シュート、1点リードは富山、富山がクリアしていく、ここで長い笛、試合終了、富山勝ち切りました、逃げ切りました。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。